感があって足にこう馴染む感じがすごくありました。素足のような感じで本当にその軽いなっていう。今までのランニングシューズだと足全体で地面を踏んでる感覚しかなかったですけど、一重を履いて履いたことによって足のどの部分に自分の重心位置があるのかっていうのを捉えやすくなりました。一重を履くことによってその自分の重心位置とか体幹だったり体軸っていうものをより意識できるようになったので、まあ年齢重ねてきた、まあ、サッカー選手として怪我をやっぱりこうすることによって体のバランスっていうのはやっぱどうしてもいろいろ崩れてしまうので、バランスを整えるためにはやっぱ絶対的にその体軸だったりとか自分の足の重心位置だったりとかそういうものが絶対的に重要になってくるので、やっぱり一重を履いてからスパイクを履くことによってそのスパイクの中でもより自分の足の使い方だったりとか重心位置だったりっていうものをすごく考えるようになりました。体幹トレーニングっていうものがより質の高いものになっていると思いますし、またそこにバランス、体軸、そういったトレーニングがより効果的なものになってるんだなというふうに思います。ちょっと歩くときとか何気なく出かけるときとかも一重を選ぶようにしてます。今まで何気なくトレーニングの時にシューズを選んでましたけど、まあ、靴によってこんなにもトレーニング効果が違うんだなっていうものをすごく感じました。今の自分にとって欠かせないシューズになってます。自分の足で立つっていうのはもう、まあ、生きていく上でも原点だと思うので、普段からアスリートだけではなくてもどんな人にも勧められるシューズだと思います。小さい頃、まあ、決してサッカーとかも上手なタイプではなかったので、何を求められているかっていうのを自分がしっかり理解して今の自分を客観的に見てそれを追い求めていくというか、まあ、プロサッカー選手としてやってきたっていう、ちっちゃい頃からずっと思うのは七転び八起きで、やっぱり何回転んでも起き上がればいいかっていう、また起き上がらなきゃ意味がない、それがなんかこう自分の責任というかそういうのが大事なのかな。